今回はマクドナルドのガーリックオニオンダブチに生ニンニク1本ですね、こちら入れて食べていきたいと思いますね。いや、どうなりますかね。これも結構ニンニク強かったんですけど、もうちょっといけるかなと思ってですね、こちらですね、生ニンニク1本入れていきたいと思いますけどね。ちょっと多いですかね、これ。こちらですね、未開封の生ニンニクを入れていきたいと思いますね。これまあ、もともとニンニク系だから合うとは思うんですよね、これですね。こちらにニンニクですね。下の方にも入れていきますかね。結構黒いですね、これですね。でさらにニンニクを入れていくと、追いニンニクみたいな感じですけどね。まあ、上と下に半分ずつぐらいですかね、これ。まあ、旗から見るとニンニクに見えないかもしれないですけどね。全部入るんじゃないですかね。というところで、こちら、上と下にニンニクを入れてですね、こちら、まあ、切っていきますかね。どんな断面になりますかね。ちょっとなじましてですかね。まあ、とりあえず切っていきますよ。断面ですけど、まあパッと見は分かんないですよね、これ。でも匂いがもうすごいニンニクですよ、これ。いいんじゃないですかね。早速このニンニク1本入れたらですね、ガーリックオニオンダブチを食べていきたいと思いますね。いや、すごい攻撃的な味になりましたね、これ。ニンニク強すぎますよ、これ。やっぱ1本入れると全然別の食べ物になりますね。ハイパワーな感じですよ、これ。どうしてもやっぱニンニクが強すぎますね、これ。それがまたいいんですけども、完全に人を選ぶ食べ物になりましたね、これ。すごいですよ、これ。こことかニンニクはみ出てますけどね。この透明なニンニクがまた面白いですけどね。すごいことになってますよ。いや、本当にジャンクフードの中のジャンクフードになりましたね、これ。すごい食べ応えですよ。やっぱ一本入れると本当満足になりますね、これ。いいんじゃないですかね。いや、すごいジャンクなもの食べれましたよ。というところで、本日はこのマクドナルドのガーリックオニオンダブチに生ニンニク1本ですね、こちら入れていただきました。ご視聴ありがとうございました。